1日目、自分が暮らす町の中心街を歩いています。数分後には数年ぶりに親友に会う予定です。早く着きすぎたので今どこにいるか友人に電話します。友人が電話に出て、あなたは思わず声を出しました。ん？誰ですか？それに対して、どちら様ですか？と答えが返ってきます。怖くなって電話を切り立ち止まりました。どこに行くはずだったんだっけ。周りにいる人たちも同じように立ち止まります。お互い驚いたように顔を見合わせました。何が起こっているのか誰も理解できません。地球上すべての人が記憶をなくしてしまったのです。しかし記憶すべてが消えたわけではありません。自分が21世紀に生きる人間であるということは覚えています。問題は過去の出来事を現在と未来につなげることができないということ。さらに人の顔が思い出せません。そばを通る親友の顔が思い出せず、家でペットを飼っていたかどうかも定かではありません。自分がどこで働いているか、上司が誰かも分かりません。お金に価値があることは理解していますが、その目的が分かりません。しかし車の運転の仕方、スマホの使い方、シャワーの浴び方、本の読み方、文字の書き方、アパートのドアの施錠の仕方は分かります。考えずに行う動作のため、日常のことの記憶は残っています。ただ記憶の残りの部分はまっさら。道は渋滞状態。どこへ向かっていたのか思い出せずに、人々が車を停車させているからです。最近になって運転免許を取得した人は、運転のルールや運転の仕方を忘れてしまいました。ニュースや中継番組は一時中断。番組の MC が天気予報士に、どういうこと？と尋ねます。番組に出演していたブロガーとジャーナリスト全員が同じ疑問を抱いています。テレビをつけると映るのは困惑した人たちばかり。カメラで撮影されていて、たくさんの人に見られていることは理解できるのですが、出演者たちは何をすべきだったのかが思い出せません。ディレクター、プロモーター、他の撮影クルーも次にどうしたらいいかがわからない状態。するとすぐに放送が終了しました。街はパニック状態です。今起こっていることがおかしいということは理解できているようです。こちらの男性は泣きながら走り回っています。自分には家族がいるということは分かっていますが、家族が誰か思い出せません。バス停に座っている女の子は緊張した様子です。どこかに行かなくてはいけないということは分かっていますが、どこ行きのどのバスに乗ればいいか皆目見当がつきません。レストランのテーブルの周りに座っている友達グループは気まずい様子。なぜ一緒に食事をしているのかが思い出せないのです。まさに試験の最中だった学生たちは恐怖に襲われます。過去数ヶ月に学んだことが一切思い出せません。科目の名前すら忘れてしまいました。先生たちも何を教えていたのか思い出せません。数時間の間、あなたは同じように困惑した人たちと一緒に街中をさまよいます。全員自分がどこかに住んでいることを理解していますが、正確な位置がわからないのです。幸い家から遠くない場所にいたあなた、複数階建てのビルを目の前にすると見覚えがあることに気づきました。正しい階を見つけるために10フロア分をチェックします。そしてついに自分のアパートを発見。ただ鍵が合いません。高齢の女性がドアを開けました。あんた私の息子かい？と驚いたように聞いてきます。あなたは間違えましたと言って隣の部屋へ向かいます。今度は鍵が合いました。やっと帰宅です。2日目、ウェブサイトを閲覧することも電話をかけることもできません。世界中のプロバイダーがネットを機能させる方法を忘れてしまったためです。しばらくして電気と水の供給が途切れました。お腹が空いてきましたが、サンドイッチの作り方なら覚えています。冷蔵庫を開けますが、食品はほとんど入っていません。食品を購入できる場所があるということは覚えています。外に出て通りを歩いているとスーパーを発見しました。中に入ると棚の間を歩き回る人たちが目に入ります。パン、野菜、ハムを掴んでレジに向かいました。何かをしなくてはいけないようですが、正確に何をすべきかが思い出せません。ということで支払いをせずに店を後にします。ネットとテレビがなくても世界を再発見した十分楽しい思いをすることができます。人々たちは本来の姿を取り戻しました。
もう無理してフリをしようとする人はいません。厳しい上司は優しくて少し自信に欠ける人物だということが分かりました。感情を制御するために数ヶ月にわたって瞑想を行っていた女性は全てに怒りを感じ始めます。人々が正直な姿をあらわにするようになりました。内面的、社交的なバリアがなくなります。あなたは他人が自分のことをどう思うか心配ではなくなりました。全員赤の他人だからです。これによって一部の人々は喜びを感じるようになりました。自由を感じて道端で叫びます。一方で安全だと感じられないため家を出ることに恐怖を抱く人たちもいるようです。3日目、アパートにゴミが溜まってきました。たくさんの人が窓から通りにゴミを捨てていますが、これは良くないと思ったあなた、家の近くの入れ物にゴミを入れることにします。幸せそうな人たちが街を闊歩しています。音楽を聴いてお気に入りの曲を再発見する人もいるようです。お互いに楽しそうに話しかけます。仕事に行く必要はなく、食べ物も服も無料です。あなたはこんな状態が長く続かないことを感じました。携帯の充電だけでなく食べ物や水まで尽きてきたためです。4日目、街の周りを自転車で移動しました。通りにたくさんのゴミが重なり合っているのが目に入ります。スーパーにはたくさんの人、みんな食べ物をめぐって争っています。すると何かおかしいことに気づきました。駐車している車の一つで警報が鳴っています。通行人の男性が怖がって車を蹴りました。お前なんだよ。どうやら人々の記憶障害が悪化してきているようです。目の前の障害物に気づきました。どうやってこれを避けたらいいか見当もつきません。よし、散歩を続けよう。1時間もすると向かうべき場所がわからなくなりました。家はどこだっけ。天気が良いのでパニックを起こすようなことはありません。夕方、静かな公園でベンチを見つけてそこで眠ることにします。5日目、明るい日差しで目が覚めます。このベンチに行き着いた理由もここがどこかもわかりません。喉が渇いてきたので水を探しに行くことにします。公園には小さな池がありました。たくさんの人がそこから水を飲んでいるため、あなたもその輪に加わります。公園の池から水を飲むべきではないことを忘れてしまっていました。お店で炭酸飲料を買えばいい話です。でもお店って、炭酸飲料って、ほとんど全ての記憶が失われ、残っているのは本能のみです。6日目、棒を手にした怯えた女性に出会います。あなたに向かって何かを叫んできました。何が起こったのか聞こうとしますが、言葉が理解できません。女性はジェスチャーやジャンプをしておかしな音を発し、あなたの腕を掴んでどこかに引っ張り始めました。道を進んでいきます。人々は動物のごとく振る舞っています。木を登ったり、家の窓を壊したり、ゴミ箱から残飯を漁ったり。女性が立ち止まってあなたを見つめます。どこに行くつもりだったか、何を見せるつもりだったか忘れてしまったようです。あなた自身もなぜ彼女についていったのか思い出せず、その場を立ち去りました。はてなび目、今日は一体何日だ。日ってなんだ。裸足のまま森の中でリスを追いかけますが、捕まえることはできません。背の高い木に登って遠くにおかしな垂直の物体を目撃しました。煙を発しているものもあるようです。大敗した町ですが、あなたは町が何であるか思い出せません。夜になりました。星と月を見上げます。手を伸ばして衛星をつかもうとしますが届きません。さらに高くまで登りますが、月の高さは変わっていないように思われます。月を見ながら木の枝の上で眠りにつきました。朝目覚めると恐怖で叫びます。なんでこんなところにいるんだ。一体ここはどこ。なんで街があんなに遠いんだ。なんで服が破れてるんだ。スマホと家の鍵は。記憶が戻ってきましたが、過去7日間の記憶だけ抜けています。街に戻って驚いた様子の人たちに出くわしました。他の人も何があったのか覚えていないようです。街の監視カメラは全てオフになっており、ニュース番組は機能していなかったため、誰もこの謎を解くことができません。人類が混沌に包まれています。覚えているのは友達に会う予定で、気づいたら木の上で目覚めたということだけです。